どうも投稿者代理の高橋です。フォルツァホライゾン5の実況をやっていきます。空から突き落とされているけど、一体どんなゲームなんだ。オープンワールドのレースゲーム、フォルツァホライゾンシリーズの最新作で、本作はメキシコを舞台に自由気ままに遊ぶことができるんだ。プレイヤーの遊園のゲームというのがあるのだ。ああ、いわゆる婚活と言われているものだね。前作から今に続く余計な要素だけど、基本は好きなようにできるんだ。その要素に関しては後々に出てくるから、その時に触れるね。今回はそのようなことがないように頑張ります。はい。ところで今は何をしているところなんだ。このゲームはプレイヤーがホライゾンフェスティバルというイベントに参加するってことになっていて、今はその会場へ向かっているところなんだ。シリーズ恒例ではあるけど、他の参加者と合流したりお祭り感があっていいよね。随分と広そうなところだな。今作のマップは前作よりも 1.5 倍広くなっていて、開けた土地が目立つから感覚的にはもっと広くなった気もするのよね。ただ広いだけでなく、嵐の中を駆け抜けたり、視界が悪すぎるのだ。第3作目の DLC にあったホワイトアウトを思い出すね。まあさすがに街中こんなことになったらレースやりにくいから一部のところだけだろうけど。そして映そうとしたジャングルもある。本作は植物の描写も綺麗になったから、オフロードを走るのが楽しいね。そして締めは本作のカバーカーである AMG-1 に乗ってフェスティバル会場に到着。いくらなんでも一人一人だ。この辺りは見てもらうよりも実際にやってもらった方がいいかなと。今はアーリーアクセスだからプレミアムエディションやプレミアムアドオン買った人しか遊べないけど、11月9日からゲームパスの対象になるので、気になるお方はぜひとも。練習するのが面倒くさいだけど。あ、はい。フェスティバル会場に着くと中の人をいじれるね。服は変えられないのか。今はざっくりとした見た目ぐらいだね。後で好きなように変えられるから、ここはパパッとやっても問題ないね。でもここからのシーンは結構中の人出てくるので、もうちょっといじらせて欲しかったな。どうせ変質者みたいな格好をするんだろう。それもそうなんだけど、こんなお祭り会場で地味な服装はね、初代ホライゾンや NFS のプロストリートみたいな、プレイヤーを熱気に巻き込んでくれる雰囲気が最高だからなおさらだね。さてお待ちかねの、プレイヤーが所有する最初の車両が来たね。スープラにブロンコ、コルベット、悩ましい選択肢だね。どれを選んだらいいんだ。好みでいいんじゃないかな。最初に乗るというだけで全部もらえるわけだし、自分はメキシコの雰囲気に一番似合いそうだから、ブロンコを選ぶかな。これから探索と思いきや、いきなりショーケースイベントが来たか。ショーケースイベントとは、車以外とレースする変わったショーだね。これまでだと列車だったり飛行機だったり、ホバークラフトだったり、この手のイベントは車が手に入ることがあるから、序盤でやるにはちょうどいいね。早速会場へ行くか。手おい。変な AI 車両はともかく、イベントやりましょうか。今回のイベントは遺跡で飛行機とレースか。遺跡の中でレースなんて立ち当たりだな。現実でやったら、間違いなくこのフェスティバル自体潰されそうだね。まあ遺跡の中に滑走路がある世界だから、次回作もすごいロケーションになりそうだけど。飛行機から何か出てきたのだ。市街地ではバイカーとのレースすることになるね。前作でもオフロードバイクと競い合ったけど、途中で競争相手が増えるのは新鮮だね。それにオープニングの延長線上のようなマップを見せるコースレイアウトがいいよね。前作とは違ったカラフルな古い街並み、古い車で走ると耐えそうだね。ところで溶けるのってわかるのか。全然追い切れていないし、どうだろうね。置いてけぼりだけど、なんとか終盤までたどり着いたね。バイカーが散ったと思ったら、ジェットスーツなんかで飛んでいるし、初っ端からギミックモリモリだな。ほんとフットボールだな。バイカーがパラシュート開いてなければ負けていたな。実際目と鼻の先だからね。よくもまあこんなので勝てたなと自分でも思うよ。続けてホライゾンストーリーというミッションも解禁されたので、そっちもやるか。嵐の中で写真撮影しろというお仕事らしい。窓がない車で行くのはどうなんだ。車は滑走だから問題ないと思うけど。
車内絶対めちゃくちゃになっているよね。目的のブツを移してミッションコンプリート。で、ここからアコレードポイントという数値を稼ぎながらゲームを進めていくことになるね。経験値みたいなものなのか。近いかな。レースやミッション、スタントをこなすことで貯めていって、よりいろんなことができるようになるんだ。5700ポイント稼いで次のに行けるらしいから、今回の目標はこれだね。というわけで、冒頭でもらったスープラに乗り換えてレースに参加するよ。今の車ではダメなのか。フォルツァのレースは指定がなければ自分のと同じような性能の車と戦うから、ブロンコでもいいんだけど、ターマックでレースするならこいつが面白そうかなと。車好きだからこそ自分が乗りたいので勝負できるのはいいな。おう、話がわかるじゃねえか。それだけに、コンタクト、おやらが嫌なのだ。 SNS で身内の投稿を見ていると阿鼻叫喚だから、その辺心配なんだよね。あと DLC 車両に速い車があるので、そいつに乗り換えてスピード系のスタントをこなしてみたり。 DLC の車っていきなり使えるのか。フォルツァシリーズではモータースポーツ5以降の DLC 車両は1台だけタダで手に入るよ。だから序盤で手っ取り早く速い車使いたいとなったら、こいつらが役に立つのよね。あと、ゲーム内でタダで入手できる車は他にもあって、レベルアップや報酬で回せるスロットマシンみたいなので車がもらえることがあるんだ。さっきので気になる車を手に入れたから、またレースするよ。もっと報酬が欲しいのと、レースに手応えが欲しいので難易度上げてと。そうやって何回もリトライすることになるんだ。今作のアシストを切った挙動ってややシビアになっているから、実際何度もリトライしているわけだけど、でもDのくらいのクラスだったらまだ扱えるから、それが楽しいのよね。下手の横好きってやつだけど。そんなこんなでDので2つのレースをこなして、アコレードポイントが溜まったので、ガレージをいただいて、やっと今回の目標を達成。ちなみに途中で目標を忘れてずっとドライブしていたぞ。いや、フィールドの居心地が良くてついついどっか行っちゃうんだよね。ドライブには最高のゲームではあるが、あとは運営がしっかりしていればなぁと。ということで、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。気が向いたらまたあげるので、よろしくです。